武見継造厚生労働省は18日の参院厚労委員会でマイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせたマイナ保険証の利用率に関係なく12月に現行の健康保険証を廃止しマイナ保険証に一本化すると述べた政府は12月2日から健康保険証の新規発行を停止し廃止するとすでに決定している一方 3月のマイナ保険証利用率は5.47%と低迷している武見氏は廃止後も最長1年間は現行の健康保険証を使える猶予期間がありマイナ保険証を所有していない人には資格確認書が発行されると説明利用率にかかわらず12月以降の医療機関受診に支障が生じるとは考えていないと強調した 共産党の倉林明子氏への答弁。以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。今年3月時点のマイナ保険証利用率はわずか5.47%にとどまる。つまり国民の94.53%は今なお紙の健康保険証を使用しているということだ。2024年12月に紙の健康保険証を廃止しても 個人情報漏えいや不正利用の危険性からマイナ保険証を持たない一度取得したマイナ保険証を解除するといった選択をする人は相当数に上るはずだマイナ保険証を持たない人には新たに資格確認書が発行されるがその使い勝手は紙の健康保険証とほとんど変わらないそうであれば 国民のほとんどが利用継続を希望している紙の健康保険証をわざわざ廃止して、その代わりに資格確認証を発行する手続きは税金の無駄遣い以外の何物でもない。膨大な数の資格確認証を発行するための事務コスト負担などを考えれば、紙の健康保険証を廃止せずにそのまま残しておくことが最も効率的、 経済合理的な選択になるのではないかこの政策は破綻しつつある利用率が5%程度しかないにもかかわらず現行の健康保険証を12月に廃止するというおよそ日本が民主主義国家であるとするならば国民の利用の現状を尊重しそれに合った対策を考えるというのが筋ではないだろうか現在の利用率の低迷は このマイナ保険証に対する信頼の欠如を意味しているこうして国民の不安や懸念を無視してスケジュールありきで政策を強行するというのは国民の身にを踏みにじるものと言えるマイナスを点検の後でも利用率の低迷ということには理由がある国民に合わせた政策がなければ民主主義国家とは呼べない岸田政権は政府への信頼を勝ち得ることはできない 政治と金だけではなく、マイナカードへの信頼も、現在行われている補選では、大きな影響を与える。民意はそこで示される。民間と同じで、利用率は必要性がなければ上がらない。数値は利用の多い世代を考えれば理解できる。だが、本格移行前に低いままだと、最近では、法務省の戸籍広域交付のように、本格移行後のトラブルの恐れが高まる。 特に利用する人向けの案内対応はもちろん、医療機関の受付など人ベースの例外やトラブルや対応は保険証を併用できる今やっておかないと不具合の洗い出しも運用面での問題防止も進まないすでに運用開始後だが最近のデジタル庁のようにベータ機関のようなものを設けてこれから数回ほど集中的に利用促進や 利用協力の期間を求めた方がいいだろうシステム面では現行の利用像を反映した新米なカードへの刷新とスマホ対応のロードマップも早い段階で示してほしい私は岸田首相とこの政権がどうしてこうも国民が望んでいないことばかりを迅速に決定するのか理解できません国民が心から望んでいることは 父として進まずあるいは無視を決め込んで我々とは直接関係がない大企業や既得権益団体が潤うことには抗金をジャブジャブ使うそして財源が足りないと言って増税や社会保障費をアップするソフトな人の良さそうな外見を装いながら専制国家並みのまさに国民不在の政治聞く耳持たない政治このようなことがいつまで許されるのでしょうか 基本的には、マイナ保険証への移行に賛成ですが、今回のはあまりに無理なスケジュールな気がしています。すべての通知やスケジュールがギリギリで不安しかありません。マイナンバーと保険証の紐付けを被保険者に確認してもらうために、保険証更新時にマイナンバーの下4桁を通知し、特定記録で送るように各保険者に通知をしていますが、 土壇場になってかかり、まし経費については補助しないので、特定記録の費用は各保険者で負担しろとのこと、結局、非保険者が払う保険料に上乗せになるのかな、12月からスタートする確認書のシステム改修も大手ベンダーの開発が進んでおらず明確なことがわからず、効率化のために行政のデジタル化を進めるのは良いことだと思うが、 マイナカード取得は任意であり責任は本人でさらに5年に1回更新が必要になり近くに更新できる場所がない高齢者や地方の住民には時間的にも金銭的にも結構な負担になる私はマイナ保険証を利用しているが利便性は感じていないしわざわざ資格確認証を新たに作ってまで現行の健康保険証を廃止する意味がわからない 現状通り健康保険証と併用して、マイナカード更新の負担軽減、国の責任を明確化し、電子カルテのネットワーク化や、自動的に医療費を確定申告に反映できるようなシステムが構築できて利用者が利便性を感じるようになってから一本化に移行するべきだと思う。国民の8割が不支持の政権が公約になかった、マイナ保険証、少子化対策、 防衛強化、環境税等々の国民負担増の強行。裏金事件と、その対応など政治家に優しく、国民に厳しい政策をしたいなら国民の信を問うべきだと思う我が国は民主主義の国です。国民の大多数が、マイナ保険証に反対していると思います。現場の医療機関も反対が大多数と思います。 民意や医療機関が反対しているのに政府だけが堅くなに強硬に押し通すのは民意を完全無視した支持されない独裁成人以外の何者でもないそもそも任意取得のマイナカードなのにおかしくないですかマイナカード使っていますが子どもたちが同時期に風邪をひいて受診した際少し面倒だと感じました1人分ずつ マイナーカードを機械にかざし、この子の暗証番号は、と思い出しながら入力。近くの小児科の受付には、機械が1台しかないので、後ろの人を気にしながら急いで済ませました。例えば老人ホーム等では、暗証番号の管理はどうなっているのでしょう。施設スタッフの方々が病院に連れて行くことって多々あるかと思いますが、最初にマイナンバーを発行したとき、 政府は、この番号は誰にも見せちゃダメと言いました。それから、紆余曲折あり、保険証との一体化はほぼ強制。もう少し先を見通してから、マイナンバー施策に出るべきだったと思います。